まさか余剰なんですけど、まずは本体を余剰する前に他に水が飛ぶ可能性を一つ減らしていきます。エアコンっていろんなところに穴が開いていて、天井とか、まあ、マスカーがちょっと粘着弱くて貼れなかったとか、隙間に飽和洗浄機のしぶきが入ってしまった時に、大抵壁にぶつかって裏から耐えてくるので、それ防止で一つウエストをここに挟んでいきます。棒とか使って挟んでいきたいんですけど、背板、板金部分とエアコン本体の隙間にはタオルは入れない方がいいです。結構硬いので壁が傷ついちゃいます。できればこのホースと壁との隙間とか柔らかい部分を目がけて、挟んでいきます。次に機械類ですね。まずこっち養生していくんですけど、大体みんなマスカーですよね、ここ養生するの。僕マスカー嫌いで、一回しくじったことがあって、新品なのに穴が開いたことがあったんですよ。硬いものとかと一緒に運ばれてきたのか、初めから穴が開いてて、中に水が溜まってて、養生が甘かったのかなって見たんですけど、そうでもなくて、もう穴が開いてそこから裏面、表面両方水がついていたってことがあって、それからちょっと怖いので、ウエスにしてます。正直、養生しなくても水ほとんど飛ばないので、問題ないんですけど、念のためとパフォーマンス的にですね、ウエスはこの半分ぐらいに折って、上の部分ちょっと余白を持たせて掴むんですけど、奥に乗せたら折り込んで中にも入れちゃいます。で、これまず固定するんですけど、その後水が入る場所は、こういう隙間からなので、こっちにも入れ込んでいきます。こんな感じですね。で、余った部分を折り返して隙間に入れとく。ここも要所これだけです。で、できればこのウエスっていうのは完全に乾燥してると、水滴貫通させちゃうんですよ。若干湿ってます。湿ってると水は貫通せずに、このタオルが染み込んでくるので、比較的安全になります。あと、操作しやすいですね。濡れてる方が。で、次に、こっちの養生前にマスカーで本体の養生をしちゃいます。まあ、理由としては、先にこっちでマスキングテープとかで養生しちゃうと、このビニールを伸ばすときにくっついてぐちゃぐちゃってなっちゃうので、そっちからやった方がやりやすいかなって思います。貼る場所なんですけど、センターより右から始まって、一周して、センターより左で終了。で、この予約はちょっと、どうして作るのかは後で説明します。奥行きは、吹き出し口と壁との真ん中ぐらい、この辺りですね。ここから始めて。で、高い時も屈折する部分に指を置いて、曲げてあげれば簡単に、覚えてます。で、初めに貼ったマスカーの上にマスカーを貼るみたいな形で、修正したら伸ばしていくんですけど、力づけにやるとまたこれも破れる原因になるので、軽くする感じで開いていきます。ある程度開いたら、邪魔なんでちょっと上に埋め込んでおいて、ホッパーをかけるんですけど、うちこれ使ってます。空中屋さん、カパスとかに売られてるホッパー2種類あるんですけど、ちょっと高い方のホッパーです。僕こっちの方が使いやすいので、これから巻いていきたいと思います。まず上にゴムをかけた後に、先に下のこの余白の部分を止めちゃいます。引っ張って、引っ張らせないと隙間から水が出ちゃうので、引っ張りながらゴムの部分を持ち上げて上で調整っていう感じです。で、下。これぐらい壁にぴったりしてれば水が漏れてこないので、決まったらもう一回ビニールを下に下ろしていきます。あと、いわゆる大手さんがよくやってる方法なんですけど、裏に板金を刺して L 字でこっちに持ってきて天井を作る。で、これを引っ掛けてっていうのがあるんですけど、僕やってたんですけど、外れやすかったりとか、裏のホコリを持ってきちゃったりとか、ちょっとやかましかったんでやり方を変えてます。マスカーで天井につけちゃいます。で、当然剥がれにくい壁紙の時だけしかこれできないんですけど、強壁、漆喰とか、珪藻土とか、土壁系、プリントされてる木目状の天井の時もあるので、その時はもう、これ、剥がしちゃうので、その時は、こんな感じで自分自身につけて、左手で持ち上げながら中を洗うっていう感じでやっていくんですけど、今日は天井が安全なので、天井につけたやり方でやっていきますね。センター一発だけだと左右洗うときここは邪魔になるので少し余白を作ります。こんな感じなんですけど、最後はちょっと剥がしやすくなるようにつまみ作りますね。で、この二つあるのもいいところがもう一つあって、粘着が弱くて取れてきちゃったらもう一つが生きてればそのまま作業を引き続き継続できるので、で、マスカー貼るときに下余白作った理由なんですけど、余白があると、この長さ分延長されてるので、
洗ってる最中、業者あるあるだと思うんですけど、こっち水が濡れて、こっから落ちてきちゃったっていうのを避けるために、長いとここが濡れると中に張り付いて、あんまりこう出てこないんですね。それ用で少し余白を持たせてます。裏から水が漏れるからではなくて、手前から水漏らさないために長めに作ってます。でここまで行ったらやっとこっち側養生していきます。機種によって養生の仕方っていろいろあるんですけど、もうシンプルに配線、電気が走るとこに水が濡れないようなテープの貼り方、ビニールの巻き方、ウエストの巻き方で養生っていうのをやっていくんで、特に正解はないと思います。で、例えば今回なんですけど、これをマスキングテープとか養生テープで養生するときに、上からこう貼って貼って貼ってで、養生しちゃうと、上貼って下貼って、でこのテープの隙間が空いちゃうので、逆にぴったりしてる分中に水が入りやすくなったりとかするので、必ず下からですね。で、2枚目が上に来るので、水は中に入らずに外側に伝ってくれます。で、上側もこの本体だけに巻きつけるのではなくて、ドレンパンの裏側まで貼ってしまえばより安全です。こっちも同じような感じで、危険そうな場所を養生していきます。まあ、ここで危ないのは、ここにコネクタが1本あるんですけど、ここだけなので、僕はもうこれだけでいいかなと思います。で、このフィルターは取らずにここに入れておいてください。これも途中話します。養生に関してなんですけど、そもそも養生っていうのは水が飛ぶかどうか、周りを汚すかどうかっていう部分に注力して養生を張っていったりすると思うんですけど、僕はそうではなくて、別に正直言ってこれ全部やらなくても汚さない自信があります。でもやるっていうのは見た目ですね。パフォーマンスとしてやっているので、お客さんが見て安心して見ていられるかどうか、結局お客さんが満足するかどうかだけなので、完璧に汚れが落ちてても、あそこ落ちてるのかなって不安が一個あればもう台無しなんですね。カウンセリングじゃないんですけど、臨床心理ですね。お客さんはエアコンが汚れて嫌な気持ちになっている。これをどうにかしたいっていう改善のために業者を呼んでいるので、そこを解決させないといけないので、エアコンをきれいにしてもお客さんがまだ不安っていうのは全く意味ないっていうのはそういうことですね。臨床心理っていうのはそのお客さんの不安を取り除くカウンセリングってさっき話した部分なんですけど、そこを解消するために僕たちは作業をしに来てる。当然エアコンをきれいにするっていうのは本質であるんですけど、周りが汚れないのはもう大前提なので、見せ方として安心してもらうためにやるっていう感じです。これが僕の養生に対する考え方ですね。